国内外の働く女性が交流するイベントで、安倍総理大臣は仕事を早めに始めて夕方にオフの時間を楽しむ、いわゆる夕活の推進を強調しました。しかしこれに自民党の女性議員が噛みつきました。早めに出勤し、早く帰宅する、そして夕方の時間帯をプライベートや家族との時間に当てる、使用時間が早くなっただけではないかという、批判も聞こえるわけでございますが、しかし何か始めなければ何も世の中は変わらないわけでございます。その上で安倍総理は、社会で女性が活躍するには長時間労働を見直さなければいけないと強調しました。これに対し、この直後、同じ会議で講演した自民党の野田聖子前総務会長が批判を展開しました。夕活に参加できない人たちがいるんです。さあ誰でしょう。子育てしてる人たちですよ。もういっぱいいっぱい、目いっぱいで子供の世話をして、もう髪を振り乱して会社に向かってる、これが日本の現状なのに、朝早く来なさいっていうことは、じゃあ子供はどうするのっていうことなんですね。さらに野田前総務会長は、衆議院で安保法制にかけた120時間の審議時間を少子化の問題にも同様にかけるべきだと注文をつけました。